後藤厚生労働大臣は、オミクロン株の感染者の家族が濃厚接触者となった場合について、17日としていた待機期間を感染者の発症日などから7日に短縮すると発表しました。常に接触のある家庭内では、感染者の発症日、または感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日目まで発症しない場合には、濃厚接触者としての待機期間を終了とする取り扱いにいたしたいと思います。新たな方針では、感染者と同居する家族の濃厚接触者は、感染者が発症した日か、家庭内でマスクの着用など感染対策を取った日のいずれかの遅い方から7日目までに発症しなければ待機を終了できます。これまでは最長17日間の待機が求められていましたが、国立感染症研究所が昨日、感染者の発症日から8日目以降に濃厚接触者が発症する割合は 0.02% という分析結果を公表したことを受けて見直されました。自宅待機を余儀なくされる濃厚接触者が増えていて、社会経済活動が停滞しないための措置ということです。